ようこそマーカのおしゃべりサロンへ。こんばんは、ジャズシンガーのマーカです。マーカのおしゃべりサロン第11回の今夜は、舞台演劇の世界からゲストをお招きしています。劇作家、演出家、俳優の新藤則夫さんです。こんばんは、ようこそお越しくださいました。こんばんは、こんばんは、新藤です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずですね、新藤さんは秋田県大仙市のご出身でいらっしゃいます。秋田大学教育学部を中退された後、東邦学園演劇専攻科をご卒業され、劇団北の会を経て帰ってきた恵比寿を旗揚げされました。帰ってきた恵比寿の公演の全作品を作・演出されるほか、数々の企画公演や各地の市民劇団への作・演出作品も多数あり、またご自身も俳優として活動されています。1989年のアートスポットフリーク最優秀劇団賞をはじめとして、シアターグリーン賞、関西野外演劇連絡協議会1997年制作賞、王子小劇場アワード最優秀助演男優賞、優秀舞台美術賞、優秀衣装デザイン賞、ハイスクールミーティング賞、ポンプラザホール賞などの数々の賞を受賞されています。で、新藤さん、まずはですが、演劇の世界に入るきっかけについてお話を伺いたいんですけれども。高校の先生が、担任先生がいまして、道徳の時間ですかね、何を思ったか、その先生が、新藤、お前役者になった方がいいんじゃないかってね、突然ボソッと言ったんですよ。はい。その時はね、気にもかけていなかったんですけども、いざ大学に行って、その先生が実はその大学のそのサークルを作った方だったっていうのを知りまして、同じ大学だったんですね、その先生。それでちょっと覗いてみたら、面白い人がたくさんいたんですよね。演劇部、演劇サークルに。ちょうど学生運動がちょっと下火になり始めた頃だったんですけど、その残党というか、その方たちが演劇をやってて、すごい強烈だったんですね。学生なのに。そうです。もうお子さんが2人いたりとか、学生さんで、大学に8年目で今年出なきゃいけないんだとか、でね、その引っ越しを手伝いに行ったりとか、一緒にいるうちに、演劇が好きというより、その先輩たちと一緒にいるのがすごい楽しくて面白くて、それで演劇を始めたというか、それが元々のきっかけだったんですね。そうなんです。でそれまで全然その演劇の何か学芸会に出たとか、小さい頃そういうのもなく、全くないですね。ああ、そうですか。それから秋田に来る、来る劇団といっても劇団四季くらいしかないんですけど、それを見始めたりとか、大学生になってから、そこからですね。じゃあその、サークルにお入りになって、そのサークルとしての学生演劇もしながら、秋田に来た劇団四季も見ながら、みたいな時期があったわけですね。その後中退されて、でも本格的に演劇の道に行こうと思われたわけですよね。それは何か思うところがあったんですかね。やっぱ面白かったってのもありましたけどね、やることがね、なかったんですよね。大学に行ったのもね、実はやることを探すために行ったんです。教育学部に行かれたんですよね。教育学部だったんですけど、最初から先生になろうとは思ってなかったんで。そうなんですか。そうなんです。でこれはいい何か、表現するやり方などを見つけたなと思って、やりたいことが出た、できた。1年親を説得して、はい、それで東京出てきたんです。親御さんはやはり反対されました。もう大反対ですね。あ、そうですか。もう先生になると思ってたのに。そう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 。そういうことですよね。でもいわゆるその東方っていうのはもう演劇専門のところじゃないですか。まず来たのは入ったのはちょうど本田劇場ができて
たばかりの頃なんですよ。下北沢のね、あれができたばかり。そうです、はいはい、でそこで養成所がありまして、まあ、劇場が養成所を持ってたんですね。そうですそうです当時、そうです、はい、本田和夫さんですね。あ、そうですね、はい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 、でここにいたら、まあ、あの本田劇場も出れるんじゃないかと、で、まあ、入ったんですが、はい、まあ、それは自分から応募して入る感じ。そうです、そうです、はい、で、まあ、半年くらいいたんですけどもね、でもまあもう一つちょっとこのままじゃちょっと、まずいなと思い始めまして。そこはあの研究所みたいな感じで演劇のエチュードを練習したみたいな感じですか。うんうん、そうです、そうです、毎日やる感じ。毎日やりましたね。でもあのその先がちょっと見えなかったんで、研究生になるけれども、そうそうそう、なんでもその時にまあある先輩が、まあどうせだったら王道を歩けと、はい、何のことだろうと思ったら、まあ進撃の、はい、まあ養成所ってかね、入る座に行けと、いうアドバイスを受けまして、はい、それで、まあ、東邦学園、あの入る座に入るためには東邦学園出ないと入れないんですよ。あ、そうなんですか。当初そうだったんですよ。あ、当初その頃は。そうなんですか。あ、そうだったんですね。それで、まあ、東邦にその先輩を現に従って行ってみたんですね。どうでした、そこでは。学園生活ですね、うん、まあもうずっと朝から晩まで演劇のね、あの授業でしたけども、今も同じような感じでなんですかね。まあ今はもうちょっとあのマスコミ系というかあの、はい、あの映像の方のメディア、メディア向けの、そういう授業も増えてるみたいですね、はい、声優コースとかあるみたいですね、でも当時はもう舞台、舞台ですね、そうですね、はいはい、でそこでそこからいろいろご自身でも動き出したんですか、うん、そうですね、そこでもやはりあのこのまま俳優座に行くべきかどうかと、卒業したら俳優座っていうコースが、まあ、まあ、あったわけですね。そうですね、まあその頃やっぱり唐十郎さんとか、はい、まあテント芝居、はい、いろんな小劇場の方たちが、はい、すごい面白いことたくさんやってましたから、はい、まああの同期の仲間を集めてですね、まあ10年まああの下積みやるなら10年主役で、僕たちの何か世界作ってみようよってんで、うん、まあそこでまあ仲間と一緒に、はい、北の会というのを、そうです、はい、まあ、秋田の演劇のサークルの北の会をそのまま引っ張ってきて、まあ、こちらの方で北の会を旗揚げしたんです。あ、そうですか。それが当時は何人ぐらい。最初はね3人です。あ、3人で、うん、それがまあ大体 14,5 人ぐらいになってましたかね。オリジナルをの公演を打ちながら少しずつお仲間が増えていった感じ。そうですね。あ、そうですか。でそれそのそれを経てということは、それを後に帰ってきたエリスという、うん、そうですね、これは、まあ、劇団というかプロジェクトなんですね、うん、そうですね、まあ、北の会で中心だったメンバーというかね、みんなやっぱり辞めていきまして、で1回解散しまして、でまあ、2年くらいブランクあったんですけど、それからまた仕切り直しで、ずっとオリジナルを。そうですね、ずっとオリジナルですね、あのそれはご自身の作品をずっと打ち続ける形になるわけですね。そうですね、まあ、帰ってきたエルスになってからは、はい、あの漫画家の西岡兄弟ってるんですけども、はい、まあ、彼の作品を2年くらいずっとやりましたね、はい、やり続けた、やり続けましたね、はい、当時、東京でやってらっしゃったんですね。どこの劇場とかで。ザムザ阿佐ヶ谷とか、劇小劇場とか、下北沢ですね、はいはい、とかでやってましたね。ああのそこら辺をまあ拠点という形 で、 ね、あの定期的にこういう打つような感じですか。です、楽しかったですか。面白かったですね。そうですか。まあちょっと西岡兄弟の作品はね、ちょっとすごい絵は可愛いんですよね、すごい残酷で。そうなんですか。そうなんです。もう哲学すごく、まあ、西岡兄弟哲学とかあって、そういうのを、そうです、あのそういう世界観を前に出したいという思いがあったんですね。そうですね、西岡さんと会って、まあその舞台にしてみたいなと思い立ちましたね。今でも西岡さんはね、ずっと、まあ、うちの芝居こらえて、秋田でも公演するんですけどね、はい、どこでやっても来ますね。あ、そうですか。そうです。もう熱烈な、関係者という感じですね。あ、そうですか。私も、ご自身の作品何本か、はい、最近ちょっと読ませていただいたんですが、このそれからの泣いた赤鬼、それから凱旋版ですね、ワーニおじさん、
っていうのと、それからこれは歌う秋田県人化けムジナという日本の、はい、脚本ですね。そして、生ハゲ白野、これは辰巳の犬という作品を読ませていただいたんですけれども、はい、あの一貫してというか全どれもあの何かこうなんていうんですか、あまりなんていうか リアルっていうんじゃなくて、どれもなんか偶話的というか、そういうのでありながら、なんかこうちょっとこうディープなというか、モヤモヤするというか、なんかそういうなんか深いところにグッとくるみたいな感じの作品で、独特の世界観をまあ展開されているような気がしたんですけれども、こういう一貫してそういう形を打ち続けてらっしゃるわけですよね、うん、そうですね。登場人物、うん、人間じゃないですね。そうですね、ワニとかカニとか、うん、あのその、うん、あのお魚とかであったり、うん、あるいはその赤鬼と青鬼だったりとか、うん、割とそんな感じ、どれもそんな感じですよね、うん、いわゆるあの市井の人々っていう感じとは違いますね、うんうん、それは何かこう思うところがあって、うん、そうなんですね、うん、あのだいたいそれと一緒にあの幽霊が出てくるんですよね。そうなんですね、はい、ですからもうなんていうかな、まあ、あのそういう登場人物はまあそういう設定で、そういう関係でちょっと自由に、あの時間とか、あの場所とか自由にまあ動けたり していきながらも、限定しないでね、そうそうですね、その中でまあそのなんていうかな、それをまあ人間に置き換えてまあ関係していくわけなんですけども、はいはい、もともとはですね、この犯罪な、それからの泣いた赤鬼の場合は、犯罪者、が、まあ、元なんですよね、殺人鬼というか、それが、まあ、赤鬼と青鬼2人の、まあ、偶話なんですけども、その時ある一瞬自分の情動を止められなくて、目の前が、真っ赤になって、そのふつふつとしてきて、気がついたら惨憺たる状態になっていたっていう、まあ、吉村明さんの、まあ、あの小説が元になってるんですけども、まあ、そういう題材をその寓話の中でこの表現していく中で、その見てるお客さんにも、そのちょっと一つリアルの奥の、なんていうかな、その世界へ、いざなって、そうですね、まあ、なんていう、覗いて、まあ、感じてもらう、はい、心を動かしてもらう、っていうところがこの第一作目だったんですね。なるほど、それを全くそのリアルな人物を設定してっていうんじゃなくて、その赤鬼青鬼っていうふうに設定されたのは何か一つの、まあ、戦略というか、体のね動きがね、あるんです。鬼の場合、走ったりなんかする場合にこの踏んで叩く、まあ奇妙なんですけど、こう四股を踏むようにして、これが鬼の動きなんです、だからそういう、まあ、走ったらこう速くなって、すごい響いてとかね、で大きな体でその動いたり表現喜怒哀楽とか、で言葉が通じないのが方言だったり、まあ、これは沖縄と秋田の方言を混ぜ合わせてるんですけど、そういう中で人とコミュニケーションを取ってたりする、それが暴れるんですよね、そういう情動とかそういう何かそういうものがフォルム化されていくんです、体に、一種の様式美みたいな形を取っていくわけですね、様式美にしていくも含めて、いろんなものをね、そうです、体の動きにしていくんです、はい、それが寓話の中では可能なんです。なるほど、そうですね、普通の人じゃなくて鬼だからそういうふうな動きをしてるんですよっていう前提で、そうです、そうです、まあ一つのだからある表現形態ですよね、ですから、まあ、肉体表現がその自由に、可視化して自由に表現していくっていう、設定を鬼にすることによってってことですね、なるほど、はいはい、僕らのだから一つの特徴はやっぱフォルムしてる、フォルム、そうですね、はい、うん、それはやっぱり何かこう今まで出会ってこられた何かその演劇的な要素の何かを受けてらっしゃるわけですかね、そうです、これね、ずっとね自分にできる表現は何かっていうのをずっと考えててそこにたどり着いたんです、はい、ですね、パントマイムとか、まあ舞踏とか、いろんな要素を、舞踏っていうのは白く塗って踊るやつですね、そう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 、はい、
ああいうものをちょっとずつ取り入れながら、体の所作にちょっと、っていうのをやっていきながら、まあ、この偶話で登場人物とか、まあ、ある設定ではちょっと飛ぶんですけども、ゆっくり回転する。でんぐり返しです。はい、それがまあ一人でもいいんですけど、それが十何人ゆっくり回転していく中で、物事が起こっていくとか、はいはいはい、そこにあの時間とか設定があの超えた何か、そうですね、そこでもね、一人そこに立ってる人がいたり、はい、そこで何か起こってるっていう、それが別のもの、別の空間になるんですよね。まさに演劇的な空間になるんですよね。そこでこう感じられるものはちょっとあのなんていうかな、その場にいて、あのその流れ、物語の流れの中のうねりを受け取る感じ、はいはい、お客さんはね、あのその舞台を見てる人が、まあ、わけのわかんないことやってるんですけども、それが流れの中でそれが一つのうねりの一つのポイントというか、頂点というか、はいはいはい、瞬間になるんですよね、そういうことは心がけてやってる、なるほど、じゃあセリフで説明するのではなく、その全部組み合わせて、動きの緩急も組み合わせて何かを感じさせるというそういうコンセプトで続けてらっしゃるわけですね。まかないところ何かっていう感じのね、ええ、なんかそういうこう体でこう何かを表現する感じの、ええ、そういうものをね、ええ、意識してますけどね、まあ、あのボディランゲージなんですけど、ええええ、それを今度表現にしてボディランゲージフォルム化してボディラン、はい、完全にボディランゲージ化していくっていう、ええ、はあ、じゃあそれはもう、うん、あの毎回例えばじゃあこの、うん、演劇をやるときにはもうその動きをしますみたいに片付くっていくわけですか。そうです、はあはあ、あの振り付けの方についていただいたりして、はい、で普通のまあ、まあ、それはあのいろんなアイデアをちょっと出してもらって、うん、そっからそのちょっとした動きを、うん、あのこう大きくしたりデフォルメしたり、そうです、そうです、そいだりしながら、そうですね、ね、まあ大体はちょっとした動き、あこれだっていうのを膨らませてきますけどね。例えば具体的にどういうことですか。例えば走るっていうのを人が支えるんですよね、はい、前傾姿勢になってるのを支えるんです、でそこで人が走ってるんです、はいはいはい、ゆっくりなんですけども、で呼吸とそのゆっくり走ってるっていうことの中で、そのまあ、あることに向かって走ってってるんです、そのことをこの表現する、視覚的に、そうです、それは例えばそのただ支えるっていうことのそのちょっとしたヒントだったんですけど、それを膨らましていってその走るとかに行き着いたんです、それも面白かったんです、はい、でその独自のスタイルを作っていく形になるんですね、そうなんですね、はあ、そういう形でずっとやり続けてらっしゃるんですけれども、今取り組んでらっしゃる次の企画というか思いっていうのは何かありますか。今はもう秋田出身なんで、まあ、秋田でも旅公演で何回か行ってまして、秋田に仲間ができましたので、はい、秋田でまあ公演を打つのを10年に1回ペースでやったんです。10年に1回で、はい、これはでもちょっと根付かないなと思いまして、でなんとか秋田で続ける方法ないかなと思いまして、一人芝居どうかなと思って、はい、で考えたんですが、そこで2年前、3年前にまあ10年ぶりにやった時に方言を取り入れてやったんですけど、方言秋田弁、秋田の、はい、高校生に通じなかったんですよね。秋田の高校生にですか。そうなんですよ、あそうなんですか、まあ、要するには標準語に近い方言なんですけども、それでも通じなかったんで、もう世代が、あの変わってくると昔からの方言が使わない子どもたちが出てきているってことですね。お父さんお母さんが使わないんで、その高校生のですからも、方言がなくなる速度は驚くくらい早い。それはでもどこの地方もそうかもしれないですね。これはちょっと方言で芝居を作るのを急がなきゃいけないなと思って、でその一人芝居と方言をまあドッキングさせて、今一人芝居を秋田で4本作って、はい、まあ、機会があればそのどこにでも行ってやれるような出張公演落ちますよっていうことですね、という体制を今作ってまして、はい、で今次の企画は、まあ、あ今辰巳の犬なまはげ白の、はい、これです ね、 そうですね、もしかしてこっち側の、そうですね、これのチラシがそうですね、まあなまはげはあの秋田のなまはげと、ね、シラノドベルジュラックを合体させて、はい、はいはいはい、辰巳の犬はあの土方辰巳ですね、はい、
が、まあ、犬を飼っていたという設定で、土方辰巳さんというのは舞踏家を作った人ですね。作った人、秋田出身なんですよ。はい。でエッセイを一冊残してまして、はい、それすごい難解で面白いんですけども、難解で面白い、 それをその土方辰巳は犬を飼っていたという設定で、はい、その犬がその主人のことを思い出して、はい、ちょっと主人のことをその語る、そう語るという設定なんです、ね、なるほど、でそれが両方とも一人芝居、そうです、秋田弁でですね、なるほど、っていうようなことをやってまして、はい、今それは、いつ頃の、これは去年ですね。あ、これはもうすでに終わったやつですね。今年も2本やりまして、で次回はあの青い山脈が、あの小説で歌にもなってますよね。はい。あれがなんなんなんですね。あれが秋田が舞台なんですよね。あ、そうなんですか。はい。それなんで秋田の高校生に青い山脈の、まあ表面裏面、裏面という形、 A 面 B 面の形で、その男女で青い山脈をやってみようかなと。 A 面 B 面って何ですか。いやいや、裏表で、まあ、2つで一緒になって1つの話になるみたい な、はい、あれ高校生の女の子は A 面で、そうそう、男の子が B 面でっていう意味ですか。そうそうそう、そういうことです、ね、やっぱり一人芝居、一人芝居で高校生の子が15分ずつで、あ、15分ね、はいはい、でそれをそうです、重ねた青い山脈、そうです、ね、秋田弁で、そうです、まあ高校生に秋田弁をやってもらうのも面白いし、うん、でそれやるとこうまたその秋田のその昔からのその方言がやっぱり次の世代につながっていきますよね、うん、そういう企画を、そうですね、まあもともとあれ、あの偽のラブレターが始まりの話なんですよ。はいはいはい、ですから偽のラブレターの話で、高校生っていうんで、もうそれは動き出しているんですか。そうですね、オーディションとかも、高校生も出演者決まりまして。あ、そうですか。多分来年になりますけども、それを来年それを、が形になってくるわけです ね。楽しみですね。そうですね、そのお若い方のそのね、その演じるのって、とてもなんか興味ありますよ ね。どういうふうに、あの可視化していくのかなっていうふうに思いますけれども、まあその表現活動、まあお若い方もそうなんですけども、新藤さんご自身がやっぱりこう表現活動にこだわって生きてこられたと思うんですよね、はい、でそのいろんな形があって、まあカメラをやる人もいれば、その何かこう詩を書く人もいれば、楽器をやる人もいると思うんですけど、新藤さんにとってはまあ舞台という形でやり続けてらっしゃるじゃないですか。それのその思い入れというか、なんか思うところがあってやってらっしゃるんですかね。多分あれなんですよ、あの僕舞台見に行くときはあの役者見に行くんですよ。はあ、まあ映画だとストーリーとかいろんなものとかいろんなものあるでしょうけど、うん、僕舞台はねと役者を見に行って、まあ、あの演出とか何かもね面白く、素敵なものもたくさんありますけど、やっぱり最後は役者なんですよね。はあ、これはまあ大学の時に見た先輩たちのあの面白さとかってもあるのかもしれないですけども、だからやっぱり舞台はやっぱりその出てるその生身のその人間をじーっと見てられるっていうか、だからあのそうですね、なかなかね、普通一人の人じーっと見る機会ってないですもんね。舞台しかないですよね、生身の人を見るという意味ではね。好きな俳優さんとかすごい役者さんを本当に集中して見える、僕はもうこれに尽きると思ってました。でも逆に言うと役者さんはそのものすごく集中して見られてることに耐えられないといけないでしょ。そうですね、それに耐えうる言い方と、言い方ですね、佇まいですね、です、はい、居住まいでないとやっぱりあの持たないですね。その持たせられる人って何が違うんですかね、その演出家としての目から見て。そのやっぱりこう舞台にその存在することで光る人っていうのがやっぱりいらっしゃるわけでしょ、はい、舞台をやってると、何が違うんでしょうね。それはやっぱりあの体とか言い方とかそういうのをちゃんと決めてるんですね。決める、決める、決心するんじゃなくて、ちゃんと体で分かってこういるんです。あの、無意識じゃないってことですか。意識なんです、意識するんです、もう全部が意識してる、意識されてるんですね。それでいるんです。あのこう本当にすごいのは、あの
本当に疲れた人が、うん、本当に疲れた人が舞台に立ってると、ええ、もうそれでいることになる。うーん、うん、それはそれで存在するんですよね、はい。まあそれはそういう言い方は、ええ、いいかどうか分かりませんけども、ええ、でもそれに共通するんですね。自分がこういう状態になってて、ええ、それでもそのお客さんの前にいて、ええ、そのじっとお客さんの前でその何て言うの、言い続ける、はい、うん、まあ、俳優っていうのはステージがあって、ステージ、あれ、まあ、何段か階段があると思うんですけど、うん、お客さんの前に、うん、ナチュラルに何もしないで入れる状態、ちゃんと何もしないで、はい、喋らず、うん、動かず、うん、でもお客さんと会話できる状態とか、お客さんの視線に耐えられる状態、はい、それができる状態になれるとね、やっぱりとっても存在感のある役者というかな、それにつながっていくと思いますね、うん、そこら辺が一番の舞台としての魅力、そうですね、舞台表現、僕はいい俳優、いい表現者を見たいですね、うん、なるほど、それがこう次の原動力になってくる、そうですね、次のもっともっとっていう、うん、はい、そういうことですね、わかりました、どうもありがとうございます今日はですね、新藤さんにですね、なぜ舞台なのかということについてお話を伺いました、どうもありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございます。それではですね、マーカの一曲のコーナーをお届けいたします。今夜はですね、七夕でございますので、この曲をご紹介いたします。1940年ディズニー映画ピノキオから生まれた永遠のスタンダードナンバー、リー・ハーライン作曲、ネッド・ワシントン作詞のこの曲、 When You Wish Upon a Star、 星に願いをご紹介いたします。 When a star is born, they possess a gift or two. One of them is this. They have the powerTo make a wish come true. When you wish upon a star, makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you. If your heart is in your dream, no request is too extreme. When you wish upon a star, as dreamers do. Fate is kind. She brings to those who love the sweet fulfillment of their secret longing.Like a boat out of the blue, fate steps in and sees you through. When you wish upon a star, your dreams come true. 星が生まれる時には、一つか二つ、贈り物を持っているもの。それらの一つはこんな感じ。願いを一つ叶える力を持っているのです。あなたが星に願いをかける時は、あなたが誰であろうが関係ありません。あなたの心が望むことなら、どんなことでも本当になります。もし、あなたの心が夢の中にあるのなら、行き過ぎた願いなんてありません。夢見る人がそうするように、あなたが星に願いをかけるなら、運命の女神は優しいのです。愛する心を持つ人には、その心に秘めた憧れを甘やかに叶えてくれるのです。晴天の霹靂のように運命の女神は突然やってきてあなたを助けてくれるのです。あなたが星に願いをかけるならあなたの夢は本当になるでしょう。今宵七夕の夜はディズニー映画ピノキオから When You Wish Upon a Star 星に願いをご紹介いたしました。それでは最後にまた近々のマーカライルのご紹介をいたします。7月23日土曜日、これお昼ですね、12時半から JR 国立のパブリックハウス&カフェケルティックムーンさんで今月もやります。これはラポアランチタイムライブと打ちまして、私マーカと、ゆかさんピアノですね、で、オリジナル曲を中心としたラポアライブをお届けいたします。月末には7月29日金曜日、これは夜8時から京王線柴崎駅のピアノバー
ザ・ヌーンさんで、またいつものように中村力也さんのピアノと一緒にデュオライブをやります。こちらはスタンダードジャズを中心とした大人っぽい、ステージとなります。またよろしかったらお越しになっていただければと思います。それではマーカのおしゃべりさんこの辺で、おいとまいたします。またお目にかかります。どうもありがとうございました。ごきげんよう。さようなら。